中島海門もん六6年は、江戸幕府の幕臣。別名、元へ江戸の北町奉行所の銀味法より行を務めた。遠山影元が北町奉行を務めた天保13年当時は、奉行所の2番組に属するより行だった。坂木原忠行が北町奉行だった時期に拷問を受けても、最後まで犯行を自供しなかった、窃盗犯、木ネズミ。 吉五郎の取り調べを行い、万社の極においては、渡辺火山の取り調べを担当した。天保の改革時には、老中、水野忠国が寄せの全敗を考えた際に、東山影元の命で、同僚の登場を張った夫や松浦栄之助と共に、支中の寄せを調査し、具体案をまとめた。水野が失脚して改革が頓挫した後、 同僚の佐久間健三郎たちは処罰されたが、替え門には特にお咎めはなかった。円山は北町奉行と南町奉行の双方を務めていたが、隠居した後もかつての配下であるよりき、同心たちの訪問を受けていた。替え門の来訪も記録に残っているが、これは職務のためではなく、個人的に来訪したと考えられている。天保十年。 北町奉行の大草高義の下で、カ門は渡辺火山の取り調べを担当することになった。カ門は火山の画家としての業績を知っており、火山の身を暗示、同情的であったという。審議によって、花井虎一による火山への告発事項が偽りであることが明らかになっていったが、新規論が幕政批判に当たるとして火山は追求された。 発見された反読しがたい乱行は、日本領海に外国船が侵入したことに狼狽し、噴撃のあまり殴り書きしたもので、内容を自分でも思い出せないと答え、新規論は未だ生まれていない5ヶ月の退治のようなもので、あくまで未完の文章に過ぎないと火山は供述した。カエモンは、告発状は、目付州の立ち合いのもとで、老中も目を通している以上、 今更無視するわけにはいかないと答えた。天保10年6月22日、長書を作成し、本人に確認を取るとその内容を認め、火山は在所への撤去処分と決まった。撤去中、火山は自身が描いた、右高高門図をカ門に送っている。右高高門は、陰徳を積んだ者の子孫は繁栄するという故事で、中国の名裁判官として知られる、う帝国が、 自分の子孫が政府の行為交換になった時に乗る車が入れるように門を高くしようと工事をした様子を描いた絵だった。公平な取り調べをしてくれたカエモンに対する感謝の意を表したものと言われる。火山は天保12年10月11日に自陣した。同年11月5日、カエモンが検視を行った後、火山は葬られた。ありがとうございます。